9番の栗田が3番の藤原優斗に蓋をする展開から、まだ前は出ていかず3番というのはアウトコースです。四国トリオの後ろに水谷です。さあ金が入りました。前受けが窓場、先に仕掛けていくのはやはり9番の栗田になるのか。まだその栗田は3番手のアウトコース、じっとその動きを前から見ています窓場ですが、まだ他のラインの出ていくところありません。ホームで行く、ホームで栗田が上がっていきました。残り1周回を切りました。一気にスパートしていきました栗田。番手の争いはここで窓場と4番の和田となりました。さあ藤原にとっては絶好のまくり頃だが、先に水谷がまくっていくか。番手は2番の窓場が取り切りました。最終バック栗田の後ろは2番窓場です。まだ藤原は7番手、4コーナーから直線を迎えていく。9番栗田、後ろ2番窓場、3番手4番和田智樹、和田智樹が中を突っ込んでいくが、振り切って9番の栗田です。